今日は相模店、樽井店さんに来ました。大垣市にあるんですけど、なぜか樽井店になってます。では入ってみましょう。今日は相模さんの父の日ありがとうキャンペーンのうなぎが安くなってるということで、うなぎそばを食べたいと思います。ちなみに本日のおすすめはこちらですが、感謝キャンペーンをいただきたいと思います。アナガも美味しそうですね。じゃあ注文しましょう。うな丼ざる来ました。オープン。半身ですね。ではいただいてみたいと思います。
人は知らないかなと思って知らないです。なんでこの人に来たんだろうって完食しました。美味しかったです。相模さんのうなぎ、また来たいと思います。ごちそうさまでした。